それでは休憩前に引き続き、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言を願います。井上聡君。日本共産党の井上聡です。ただいま北朝鮮の弾道ミサイルの発射について報告がありました。この発射は北朝鮮に対して弾道ミサイル技術を使った発射、弾道ミサイル開発関連のあらゆる活動を禁じた国連安保理決議違反であります。地域の平和安定を脅かすものでありまして、日本共産党として強く非難し抗議をいたします。その上でウクライナに問題でまずお聞きいたします。ウクライナの侵略を進めるロシアの無差別攻撃がますます激化をしております。昨夜のゼレンスキー大統領の演説でも生々しい本当に深刻な被害が訴えられました。国際社会の世論の包囲を強めることがますます重要になっております。先週金曜日の本会議でそれについて、ロシア非難の国連決議に危険退場した国に対しての働きかけを求めました。そして、総理がインドに訪問する際にもそのことを求めました。総理は首脳会談してこられたわけでありますけれども、その内容についてまず外務大臣お願いします。林外務大臣。モディ首相との会談では、岸田総理からロシアによる侵略は明白な国際法違反の暴挙であり、改めて厳しく非難する、また核による威嚇もましてや使用も断じて受けられるものではないと旨述べたところでございます。その上で国際社会が一致して毅然と対応する必要があるとの日本の立場を強調いたしました。また両首脳は戦闘の停止と対話による事態の打開に向けた働きかけを行うことの重要性で一致をいたしまして、岸田総理からプーチン大統領に対するさらなる働きかけを含め協力を要請したところでございます。両首脳はインド太平洋のみならず、いかなる地域においても力による一方的な現状変更を許してはならないこと、国際法に基づき紛争の平和的解決を求める必要があるということを新たに確認をしたところでございます。そしてこうした状況だからこそ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みを二国間や日米豪印を通じて一層推進していくことが重要であることを確認をいたしました。また両首脳は人道支援に関しても連携して取り組んでいくことで一致したところでございます。井上聡君。国連総会の緊急特別会合が開かれて、フランスとメキシコが作成をしたロシアのウクライナ侵略が悲惨な人道的結果をもたらしたとする人道に関する決議が議論をされております。1日目が終わって今晩日本時間で夜11時から再開をされるようでありますが、この採択に向けて日本としてはどのような対応をしているんでしょうか。林外務大臣。日本時間の3月23日から国連総会におきましてウクライナ情勢に関する緊急特別会合が開催されておりまして、ロシアとウクライナを含む多くの国が各々の立場を表明しております。日本からは国連代表部の石兼大使が出席し、ゼレンスキー大統領の国会演説にも触れつつウクライナの文民保護を呼びかけております。また前回の緊急特別会合において採択されましたロシアによるウクライナへの侵略を最も強い言葉で遺憾とし、ロシア軍の即時完全無条件の撤退を求めること等を内容とする決議の履行を促すとともに、人道危機はその原因と結果の両方に対処する必要があると強調いたしました。また今次緊急特別会合ではウクライナ及び EU 等が主導するウクライナの人道状況に関する国連総会決議の採択が想定をされております。我が国といたしましても深刻な人道状況に対処するとともに、問題を生み出した根本的な原因であるロシアによる侵略の停止と軍の撤退、これが重要であり、ロシアによるウクライナへの侵略を厳しく非難する、そうした基本的な立場に基づきましてこの総会決議案の共同提案国になったところでございます。
一カ国でも多くの国が賛成し、この総会決議案が採択されて、ウクライナの人道状況に対処するという幅広い国連加盟国の強い意思が表明されるよう、積極的に働きかけを行ってきているところであります。政府としては引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携していく考えであり、国連総会においても我が国の基本的立場を踏まえ積極的に貢献していくとともに、国連安保理および総会の動向を強い関心を持って注視をしてまいりたいと考えております。井上聡君。ロシアの侵略をやめさせ、そして人道法違反、国際人道法違反をやめさせる上で一層の外交的努力を求めたいと思います。続きに在日米軍駐留経費負担特別協定についてお聞きいたします。本会議でも述べましたけれども、在日米軍の経費は、協定上日本の負担義務はありません。にもかかわらず1978年に思いやりと称して基地従業員の福利費などの負担をはじめ、1987年の特別協定以来、暫定的、特例的、限定的な措置としながら負担を継続し、その対象を拡大いたしました。本協定では政府はこの通称を同盟強靭化予算としましたけれども、地位協定上アメリカが負担すべき経費を日本が肩代わりするという思いやり予算の本質には変わりはありません。そればかりか本協定は現行協定の枠を踏み越えての肩代わりとなっております。まず訓練資機材調達費の新たな負担であります。外務大臣にお聞きしますが、この駐留している米軍の訓練のための資機材の調達費用を負担している国が日本以外にあるでしょうか。林外務大臣。我が国としてこの米国と第三国との間で締結されている協定の中身について網羅的に把握をしておらないところでございました。またそれらの協定について有権的に説明する立場にもないと考えております。井上聡君。訓練移転費の負担をですね、日本はこの思いやる予算でやったわけですが、2008年にはですね、この訓練移転費について言えば、他国で同様の負担を負担している例は見当たらないとちゃんと答弁されてますから、私はこの問題でもちゃんと答弁をしていただきたいと思うんですね。で、政府はこの自衛隊の即応性および米軍との即応運用性の強化にも資するということを新たな負担の理由としておりますが、日本がどれだけ米側が調達した資機材を活用できるかは、これからの日米間の協議次第とこうなっております。結局ですね、政府も、この資機材調達費の目的の最初に、在日米軍の即応性の向上とを挙げております。まさに、在日米軍強靭化の費用を日本が負担をすると、これが実態ではないでしょうか、いかがでしょうか。林外務大臣。この今交渉では、全体として在日米軍の円滑かつ効果的な運用を支えるということに加えまして、自衛隊を含む日米同盟の抑止力、対処力を一層効果的に強化していくことに資すると、さらには厳しい財政状況を踏まえて、メリハリをつけた経費負担の合意を得る、こういうことができたというふうに考えております。この安全保障環境一層厳しさを増す中で、やはりこの日米同盟の抑止力、対処力を高めるためにはですね、自衛隊と在日米軍の双方が日米共同訓練を含む各種の高度な訓練の実施等を通じまして即応性を向上させ、相互運用性を強化させていく必要があると、こうした観点から新たに在日米軍による訓練資機材の調達のための経費を負担することとしたところでございます。これまでは在日米軍の駐留を支援することに重きを置いた経費負担だったわけでございますが、今回の合意により、この経費を用いて日米同盟を一層強化する基盤を構築することで一致したところでございます。こうした経費負担の内容の変化を踏まえまして、今回の合意に基づく在日米軍駐留経費負担の性質を端的に示すものとして、その通称を同盟強靭化予算とすることとしたものでございまして、在日米軍のみの強靭化に資するものではないというふうに考えております。井上聡君。駐留している米軍のですね、資機材を調達費用負担をしている国を挙げることができなかったように、
やはり米軍そのもののですね、強靭化、それを進めるための費用を出すというのはですね、極めて異例でありますし、本来日本が支払う義務のないものだということはね、いろんなさまざまな理由つけられますけど、私は明らかだと思うんですね。もう一つが、訓練移転費の対象にアラスカを加えたことです。で、2011年の協定では、在日米軍再編の一部として、米軍機の訓練移転先に、米国の姿勢のもとにある領域を追加しました。その結果、米領ガムや北マリアナ諸島での訓練経費を負担するようになりました。この11年のグアムを訓練経費負担の対象として以来、何回負担して、その経費の総額はいくらになっているでしょうか。岡地方協力局長。お答え申し上げます。米軍再編にかかるグアム等国外への訓練移転につきましては、平成23年1月および10月の合同委員会合意に基づきまして、嘉手納飛行場等におけるさらなる負担軽減を図るため、令和4年3月時点で59回実施をしているところでございます。また、このグアム島国外への訓練費にかかる日本側の負担額についてでございますけれども、負担額が確定している令和元年度時点の数字でございますが、総額で272億円となっているところでございます。井上聡君。271億円という答弁でありました。で、今回ですね、または同盟の領域という文言が加わってアラスカが明記をされました。で、もともと訓練定義の負担がですね、すること自身が異例、先ほども申し上げましたように異例なわけですが、さらに米軍の訓練の都合でアメリカ領内で行う訓練の費用を負担すると、これまた異常極まりないと思うんですね。このアラスカを訓練定義の対象に加えることによって、年間新たにどれだけの訓練移転が行われて、負担する経費はどれだけになるんでしょうか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。日米同盟の抑止力対処力の強化と、沖縄をはじめとする地元の負担軽減の双方が必要であることを踏まえまして、日米間で協議した結果、本特別協定においては航空機の訓練移転について、米軍による訓練の日本国外への移転を拡充し、広大な空域など恵まれた訓練環境を有するアラスカを訓練移転の対象とすることについて日米間で合意したところです。その上で、次期特別協定期間中における訓練移転費は、令和3年度予算、約114億円の水準を維持することとしております。で、また個々の訓練移転の時期や実施場所につきましては現時点で確定しておらず、今後ですね、個別の訓練移転の都度日米間において議論して決定していくこととなります。井上聡君。これからの協議だということでありますが、逆に言えばどれだけの負担軽減になるのかと分からないわけですね。で、このグアムを加えたときにも沖縄の負担軽減が理由だったわけでありますが、この訓練経費の負担によって沖縄での騒音被害などは具体的にどれだけ、軽減されたのかと、一定程度軽減という答弁ついてますけど、現実に国民のお金税金つぎ込んでるわけでありますから、一定程度ではなくて具体的にどれだけ軽減をされたと把握されているでしょうか。岡地方協力局長。お答え申し上げます。グアム等への航空機訓練移転については、本来であれば嘉手納飛行場等で実施予定でありました航空機による訓練の一部をグアム等に移転することで、嘉手納飛行場をはじめ各飛行場周辺の住民の皆様に対する騒音の影響が一定程度軽減されているものと認識をしているわけでございます。で、委員からは一定程度ということではなくというお話でございましたけれども、米軍機の全体の運用、これは訓練のみならず、さまざまな運用の総和として決まるところがございますの一方で、防衛省としてその米軍の運用についてそのすべてを把握しているものではございません。そのため、グアム等への航空機訓練移転による騒音軽減の効果というものを具体的にお示しすることは困難なところがございます。ただ嘉手納飛行場におきます訓練移転期間中の騒音について、訓練移転により同飛行場に所在する航空機が長期間沖縄を離れることとなりますので、その間訓練移転がなければ、沖縄で実施されることとなる訓練の時間を含めた米軍機の運用全体が削減される効果があると考えているところでございます。井上聡君。実態はどうかという問題なんですね。お手元に資料を配っております。嘉手納基地の航空機離着陸の回数について、
沖縄防衛局による目視調査を沖縄県がまとめたものです。これは今年度1月までのデータですけれども、離着陸回数合計 35,155 回のうち、この嘉手納基地に所属しない外来機がですね、9478回で 27% を占めます。その前の年はですね、23.1% を外来機が示しているんですね。ですから訓練移転だといって、嘉手納所属の米軍機がですね、別の場所で訓練をしても、所属でない外来機が飛来をしているんですね。負担軽減っていうなら、こういう外来機の飛来の規制こそ、外務大臣、必要じゃないでしょうか。林外務大臣。この私も本年1月の日米2プラス2において、岸防衛大臣とともに、在日米軍による地元への影響に最大限配慮した安全な運用について求めたところでございます。今後とも米側に対して航空機の運用にあたってですね、周辺地域住民の皆様に与える影響、これを最小限にとどめるように申し入れてまいりたいと考えております。また米側に対しては航空機の運用にあたっては安全な飛行の確保に努めるとともに、航空機騒音規制措置に係る日米合同委員会合意の遵守、これを徹底するよう要請してきておりまして、引き続き防衛省とも連携しつつ、米側に対して地元の方々に与える影響を最小限にとどめるように配慮を求めてまいりたいと考えております。井上聡君。配慮を求めるという答弁が繰り返されてきました。追加して防衛大臣をお聞きしますけれども、むしろですね、被害拡大してるんですね。で、この一覧表は1月前でありますけれども、嘉手納ではですね、1月中旬から米軍機の被害が激化をしております。嘉手納町議会は2月と3月の2度にわたって米軍機の騒音激化と相次ぐ外来機飛来に抗議する意見書と決議を全会一致で挙げてるんですね。そしてですね、この3月の決議を見ますと、2月19日に F35A12 機が飛来をして、24日には102デシベルという騒音を起こしてるんですね。これを意見書でも指摘をされています。この F35A12 機はどこから来たかって言ったらですね、アラスカなんですよ。アラスカの空軍部隊から来てるんです。ですからね、アラスカに訓練移転して騒音被害が減る減ると言ってますけど、実際に来てるんですよ、他から。ですからこういう外来機の飛来を止めなければ騒音被害は減りません。具体的にこういう規制が、配慮ではなくて規制はするということが求められておりますが、大臣いかがでしょうか。岸防衛大臣。失礼しました。防衛省として今後とも米側に対して嘉手納飛行場周辺における騒音の軽減に図られるように一層の協力を求めるとともに、訓練2点を積み重ねるなど可能な限り地元の負担軽減に努めてまいります。井上聡君。そう言ってきたけども、結局外来機が来てですね、全く騒音被害は変わってないんです。むしろ激化してるんです。そのことをですね、直視せずにですね、結局沖縄負担軽減というのは口実であって、一層の肩代わりを強めるのにしかならないということを指摘をしていきたいと思います。で、今この日米のですね、この一体化というのはこれだけではありません。日米両政府が1月7日に2プラス2を開催して、地域の平和と安定をさらに損なう東シナ海における中国の活動を懸念、日米両国による共同の情報収集、警戒監視および偵察活動での協力進化が重要だとする共同文書を発出いたしました。これについてですね、防衛省は海上自衛隊鹿屋航空基地への米空軍の無人機 MQ-9 の一時展開を検討すると発表して、2月21日に九州防衛局を通じて日米合同の現地調査を実施する旨を地元である鹿児島県鹿屋市に伝えております。多くの市民がですね、突然の話にですね、このままでは米軍基地の町になると不安の声を上げております。これは1月25日に日本新聞のがスクープをしたわけでありますが、市のある職員はですね、幹部も全然知らされておらずびっくりしたと、非常に驚いたと話しております。
この日米2プラス2の発表に続けたまに全く一方的な表明をしたわけでありまして、非常に地元では不安と憤りが広がっています。こういう極めて乱暴なやり方をやったと、こういうことに対する認識は防衛省持ってますか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。防衛省としましては、我が国周辺、安保関係は大変厳しくなっておりますので、情報収集体制の強化というのが、喫緊の課題であると、こう考えておりまして、アメリカ政府とですね、米軍の無人機 MQ9 の一時展開について検討を行ってまいりました。地元の自治体の皆様方に対しましては、検討が進捗した適切な段階で説明をさせていただきたいと考えておりましたが、そのご説明の前に、本件についての報道がなされたことにつきましては、防衛省の意図したものではないとはいえ、大変残念であり、申し訳ないと考えております。その旨、地元の自治体の皆様方にはご説明をさせていただきたいところでございます。防衛省といたしましては、自衛隊や米軍の活動につきましては、地元自治体のご理解が重要であると考えておりまして、MQ9 の一時展開に関する検討につきましても、現地調査の結果やそれを踏まえた今後の対応について、地元自治体のご意見を伺いながら、丁寧に説明をしていく考えでございます。井上聡君。京都の X バンドレーダーでも、イージス・アショアでも、全部報道が先行したんですよ。そのたびに反省を言われますけど、全く改善をされておりません。そして先に説明したからいいという問題でもないですね。一方的な問題であります。さらに聞きますが、この MQ9 が在日米軍に配備されたことがあるのか、これはどういう機種で、どういう目的、機能があるのか、お答えください。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。 MQ9 は米空軍等が保有する情報収集などの多目的で運用される無人機でございまして、これまで在日米軍の施設区域に配備された例はございません。我が国周辺地域における情報収集体制の強化が我が国の防衛上ますます深刻かつ喫緊の課題となる中、情報収集体制の強化策の一環として日米両政府間で米軍無人機 MQ9 の一時展開の検討を行っているものでありまして、仮に我が国に一時展開することになった場合、 MQ9 は東シナ海を中心とする我が国周辺海域における情報収集活動を行うことになります。井上聡君。そもそも米軍無人機を自衛隊基地に配備するのが初めてなわけでありますが、この MQ9 はそもそも在日米軍にも配備をされたことがない、そういう機種なわけですね。偵察警戒監視ということが盛んに言われますが、同期の役割はそれにとどまるのではありません。アメリカ空軍の説明によれば、この MQ9 は情報収集のみならず、動的な標的への攻撃の用途のために開発をされた。この MQ9 が備える対空時間の長さ、広範囲検知が可能なセンサー、マルチモードの通信装置、精密誘導兵器によって、高価値で瞬間的な時間的猶予が限られた目標に対して、攻撃調整偵察を実行することが可能な、ユニークな能力を持っているというふうに説明をされております。実際、この米軍はですね、アフガニスタンで同期にヘルファイアミサイルや、500ポンド爆弾を搭載をして攻撃作戦を行っております。一昨年のイラク革命防衛隊のソレイマニ司令官の殺害の際にも同機が使用をされております。2018年のアメリカの説明では、米軍の説明では、 MQ9 は一つのミッションにおいて計画的な攻撃、近接航空支援、情報収集、警戒監視、偵察という複数の任務を実行することに用いられているとしております。政府はこれは偵察任務だけと言いますけれども、実際上、中国を意識をした配備でわけですね。こうした多用途の作戦実績と能力を持つ新しい無人機の展開となればですね、周辺国も当然兵器の性格を認識をして、軍事的な緊張を高めることになるのではないかと、防衛大臣、いかがでしょうか。岸防衛大臣。はい、繰り返しになりますけれども、現時点において金谷航空基地に MQ9 の一時展開事態について決定されているものではありません。その上で MQ9 が金谷航空基地に一時展開することになれば、海上自衛隊による活動と合わせて
日米同盟の情報収集能力の向上につながり、周辺国による我が国に対する挑発的な行動や現状変更を試みる行動の抑止にもつながると考えています。いずれにいたしましても、今般日本への一時展開を検討している MQ9 はあくまで我が国周辺海域等における情報収集を任務とするものであります。井上聡君。先ほど言ってますように、実際にはさまざまなこういう作戦実績と能力を持っていると、こういうものを配備をすることによって、むしろ軍事的緊張を高めることになるのではないかということをお聞きしています。改めていかがでしょうか。増田防衛政策局長。今般日本への一時展開を検討しております米軍無人機 MQ9 はあくまで我が国周辺海域等における情報収集任務としており、そのための形態に変更されております。攻撃任務を実施することはできないということでございます。このような形態の変更には相当の時間を要するものでありまして、日本への展開期間中に形態を変更することはできないことを米側にも確認しております。そしてまた我が国周辺の安全保障環境が大変厳しくなっている中、さまざまな軍隊の活動が活発しておりますので、そういう中でさまざまな情報収集警戒監視をするという、その目的に沿うものだと我々は考えております。井上聡君。一時展開中にはありえないという今お話がありましたけど、これ一時というのはどういう意味なんでしょうか。アメリカからはどういう要請があるのか具体的に説明お願いします。増田防衛政策局長。米側からですね、今般の米軍無人機 MQ9 日本への一時展開につきましては、これを日本に恒久的に配備するものではなく、日本における運用が一時的なものであることを日米間で確認していることを踏まえ、一時展開との表現を用いているところでございます。その上で展開期間を含め具体的な展開の概要は調査の結果も踏まえて検討の上決定されるものであり、現時点で決まっておりません。井上聡君。時期も期間も決まってないということでありますが、一方で一時としながらですね、さまざまな一定の姿勢設備をするということも報道されています。そうしますとね、一旦は一時展開が終了しても再度必要に応じて展開をするということはあり得るんじゃないですか。これは絶対ないと言えますか。増田防衛政策局長。繰り返しになりましたが大変恐縮でございますけれども、米側からはですね、日本に恒久的に配備するものではなく、日本における運用が一時的なものであるということを、日米間で確認しているところでございまして、今後展開した場合のですね、期間を含めて具体的な展開の概要というのは、調査の結果も踏まえて検討の上決定されるものでありまして、今後のことについて現時点で、予断を持ってお答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。井上聡君。再度展開はないのかということにお答えはありませんでした。ちょっと具体的に聞きますけども、報道では7機前後人員は100人と言われてますけども、実際どうなのか、軍人軍属の別も含めて内訳をお願いしたい。それからこの操縦はですね、鹿屋基地の中で行うことを想定しているのか、どういう施設整備の必要性が検討されているのか、そして日米地位協定に基づく共同使用の手続きを行うことが想定されているのか、それぞれ具体的にお答えください。増田防衛政策局長。まず奇数でございますけれども、先ほどもお答え申し上げましたとおり、一時展開自体まだ決定されておりませんので、奇数を含めまして一時展開具体的対応について決定しておりませんので、現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。そして一時展開について、日米の両政府間で検討しているところでございますけれども、人員数や操縦の方法、施設整備や施設使用の対応といった具体的な展開の概要は調査の結果も踏まえて検討の上決定されるものであり、
今この時点、現時点で決まっておりません。その上で申し上げますと、国内に展開した実績のある他の米軍無人機につきましては、離着陸時は展開した場所、展開先からですね、また離陸後の上昇により十分な高度に至った後は日本国外にある施設からそれぞれ米軍のパイロットが操縦していたところでございます。また本件はあくまでも期間の限定された一時展開として検討しているものでありまして、現時点におきまして、操縦に必要な恒久的なですね、施設整備、施設の建設というものは想定していないところでございます。井上聡君。恒久的なことも一定の施設が必要になってくるんですね。この無人機が抱える重大な問題の一つが事故でありますが、大臣はこの無人機が行う事故、起こす事故についてどのように認識をされているでしょうか。岸防衛大臣。MQ-9 の過去の事故事案については米軍の調査プロセスを通じて飛行運用を改善している旨、米側から説明を受けております。また MQ-9 は安全を確保するため、例えば航空制御を行うシステムについては3つの同様のシステムから構成されており、仮に1つのシステムが不調になっても残りのシステムによって航空機の制御を維持することが可能となります。さらに今般日本へ一時展開を検討している MQ-9 の派生型である MQ-9B については令和2年には海上保安庁が飛行実証を行っており、事故を発生させることなく全13回、合計約147時間の飛行を実施をしております。いずれにしても防衛省としては米軍の運用に際しては安全面の確保が大前提だと考えてあり、これまでも類似の機会を捉えて米側に対して地元への配慮と安全確保について申し入れを行っております。引き続き安全面に最大限配慮するよう求めてまいります。井上聡君。アメリカの事故分類による説明がありましたけど、それにとどまらないんですね。イギリスで軍用無人機の利用の拡大に反対する運動団体ドローンウォーズというのがありますが、無人機の墜落事故の調査情報を取りまとめて公表しています。それによりますと、この MQ-9 は同機の運用が開始された2007年から現在までに少なくとも72件の墜落事故を起こしていると、イギリス、フランス、イタリアなどもわずかに膨れますが、ほとんどは米空軍をはじめアメリカが運用する機体によるものだと。機種別の事故件数ではですね、MQ-1 に次いで2番目に突出して多いということになっているんですね。でこのドローンウォーズは2009年から18年までの10年間の軍用無人機の事故を分析して報告書にまとめておりますけれども、重量が150キロを超える無人機の墜落は254件発生したうち7割の178件は米国によって運用された機体、平均すると月2回事故が起きているというんですね。そしてその半数強については原因の所在は分かっていると、機械的故障、通信の問題、エンジンの不具合、落電等の気象の問題、操縦士の過失などが挙げております。防衛省としては今挙げたような事故についての原因について MQ-9 の過去の事故ではどうだったかというそういう知見をお持ちなんでしょうか。増田防衛政策局長。防衛省の方で把握しております MQ-9 の過去の事故の例といたしましては、例えば2020年6月24日にソマリアにおきまして、機体が燃料漏れを起こしたため意図的に破壊をしたと。それから2020年9月24日にクウェートの空軍基地におきまして、着陸時に衛星通信を失い滑走路を外れて停止したといったものがあると承知しております。その上で MQ-9 の過去の事故事案につきましては米軍の調査プロセスを通して飛行運用を改善していると
という旨、米側から説明を受けております。また MQ-9 は安全を確保するため、例えば航空制御を行うシステムについては、3つの同様のシステムから構成されており、仮に1つのシステムが不調になりましても、残りのシステムによって、航空機の制御を維持することが可能となります。さらに、先ほど大臣もご説明したように、海上保安庁の方でも飛行実施を行っておりまして、事故を発生させることなく、飛行実施していると聞いております。以上でございます。井上聡君。時間なので終わりますが、ドローンウォーズの報告書は、無人機が軍の中で普通のことになってしまっているように見える中で、技術は誠実までには遠く及ばず、月2回程度と頻繁に事故が発生したのは現実だと警鐘を鳴らしております。これを受け止めていただいて、こういう問題については配備の中止を求めます。以上終わります。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。井上聡君。私は日本共産党を代表して在日米軍駐留経費負担特別協定の承認に反対の立場から討論を行います。在日米軍駐留経費は日米地位協定24条の定めにあるとおり、日本に負担する義務は一切ありません。それにもかかわらず政府は1987年に特別協定を締結し、暫定的、特例的、限定的な措置としながら、負担の対象を施設整備、給与本体、光熱水費、訓練移転費へと拡大をさせてきました。日本の負担総額は22年度予算計上額を含めて、8兆725億円に上ります。さらに今回の協定で、今後5年間の日本側負担の総額を1兆551億円と、現行の負担水準から 11% も増額されたことは、負担原則のない原則からの逸脱を一層拡大させ、コロナ禍の中でさらに厳しくなった財政を全く顧みないものと言わなければなりません。結局、米国の要求に応えて、道理のない負担を一層拡大させて、そのツケを国民に負わせるものであり、断じて容認できません。本協定には新たに訓練資機材調達費として、米軍が訓練に用いる最新鋭の資機材への調達への支援が盛り込まれ、米国の本土での大規模訓練に在日米軍だけでなく、日本から自衛隊の参加も可能にする LVC システムなどを整備するとしています。これらの資機材は、米軍がその訓練環境の向上と費用の抑制を図ることを目的として導入し、所有としようとするものです。日本が経費を負担する理由がないばかりでなく、日米の軍事一体化を一層推進するものにほかなりません。さらに米軍機の訓練移転先に新たにアラスカを加えたことは、在日米軍が訓練の必要上、自国の優れた訓練環境を選ぶという、いわば米国の都合による移転に財政支援をするものであり、認められません。政府は騒音の影響が一定程度軽減されるといいますが、質疑で示したように、カテナ基地では所属する米軍機のみならず、一年中多数の外来機が飛来して自由勝手に訓練し、騒音等の甚大な被害をもたらしています。傍若無人な訓練を長年にわたって許している政府の責任は極めて重いと言わなければなりません。行うべきは、肥料の経費の肩代わりなどでは断じてなく、実効ある訓練規制の実現に向けて取り組むことです。最後に予算の通称を同盟強靭化予算に変えるとしていますが、日本に何ら負担義務がない経費の肩代わりをさらに広げ、自衛隊と米軍との一体化を一層進めながら、軍事力を強化しようとするものにほかなりません。廃止を強く求めて討論とします。